じゃないですか。司会がやったー、 YouTube デビューで。ご来店の皆さん、こんにちは。ありがとうございます。今日はここ福岡市のお隣、糸島市で10月に行われる糸島市民祭りの PR に来ました。糸島市民祭りは今年で4回目になるんですが、今年は10月4日の土曜日、5日の日曜日に糸島市役所島庁舎前で行われます。この糸島市民祭りの一番の楽しみは、糸島の食材を使った糸島グルメグランプリや27時間連続餅つき大会、ファミリーウォーク、また4日の土曜日の夜にはカフリ漁港で秋の夜空に打ち上がる4000発の花火大会もあります。今日はそんな糸島市民祭りを PR する糸島 PR 隊ラビッツのステージをお買い物の途中だと思いますが、ぜひ足を止めて楽しんでいってください。それでは
日に行われる糸島市民祭りを PR するためにここへやってきました。私たちラビッツは現在11名で活動しているんですが、糸島市に住んでいるんです。みんな、はい、みんな糸島市に住んでいる女の子で、糸島市のことを PR しようと思って結成されました。ラビッツという名前は糸島を愛するラブ糸島の造語からできていて、本当に糸島市が大好きな女の子たちです。はい、初めに聴いていただいた曲は今テレビで話題の妖怪ウォッチの、妖怪体操第1でした。それでは次の曲は私たちのオリジナル曲糸クルトです。皆さんも振りが簡単なので一緒に真似してください。それでは聴いてください。糸クルト。Yeah.
しいイベントが盛りだくさんです。そして香織漁港では秋の夜空に打ち上がる綺麗な花火大会が行われます。そしてもちろん私たちラビッツのステージを行うので、ぜひ10月4日5日は糸島市民祭りにお越しください。お願いします。オリジナルソング、マジックアイランドです。
ランプリ投票お願いします。お願いします。それでは続いての曲はイトゴンのイメージ、はい、イトゴンのイメージをした、はい、イトゴンと一緒に踊る、はい、イトゴンと一緒に踊る曲なんですが、ね、みんなも楽しく踊れるんで踊ってみてください。それではどうぞ。市民祭り実行委員長シーバより皆様へご挨拶いたします。皆さんこんにちは、本日は第4回豊島市民祭りの PR イベントに足を止めていただきまして誠にありがとうございます。我々は
福岡市の西隣糸島市から PR をやりにやってまいりました。今回 PR 隊1チームだけなんですけど、当日10月の4日5日はですね、たくさんのステージイベント、また糸島の食材を使ったグルメグランプリ、それと花火大会などいろいろなイベントを用意してお待ちしておりますので、ぜひ糸島に遊びに来ていただきたいというふうに思います。ここからもですね、1時間足らずで行けますし、JR 筑紫線より無料シャトルバスが走っておりますので、そちらの方を使っていただきたいというふうに思っております。我々、皆様のお越しをですね、糸島の方でお待ちしておりますので、よろしくお願いします。市民祭りの詳しい内容はチラシを配布しておりますので、そちらでご確認ください。皆さん、糸島でお会いしましょうね。本日は本当にありがとうございました。